Kosuke! さんだそうじゃの。ええ、やっぱり竜のことを調べに来さったんじゃろ。はい、はるばる東京からのご苦労さんが。こっちはご苦労さん。仕事とはいえ、この目で本物の竜が見られるなんて幸せですわ。なんといっても世界中でもう最後の一匹になってしまいましたもんね。うん、見られればいいがの。<笑>おやそと、あんた水着は持ってきたかね。まあ、とっても素敵な島のようですから、 竜の研究の合間に少しは海に入ろうと思ってますの。<笑>おうかおうか、そりゃいい、そりゃ楽しみじゃの。うん、コンペイ島のあたりはサメはおるがな、綺麗な海じゃ。たっぷり泳ぐぞ。ええ、そうじゃ、島へ着いたら早速泳いでみなされ。 うん、それがね、ほれ、今のうちに早速水着になりなさい。はい、ぜひそうしなされ。あ、いいえ、遠慮することはないじゃん。わしゃじじいじゃぞ。エッチなことなんかこれっぽっちも考えとりゃせんわい。あ、じゃあ、水着に変えなされ。ほれ、第一島に着いたって着替えるところなどありゃあせんからの。そういえばそうですわね。じゃあ、私ここで着替えさせていただきますわ。 そうだ、なんだって。<笑>わしは年寄りだからの、気にすることなきゃありゃせんわよ。<笑>あれがコンペイ島ですね。ほら、いるけども、もうちょっとだったのに。
Rikimaru, 腕を上げたではないか。いえ、まだまだ兄上にはかないません。それは無理もない。お主はまだまだ子供じゃ。ほい。おお、とととととと。父上はな、こうやってタンスとか船とかを作ったものなんだ。すごい、すごかったんですね、父上は。あの、兄上、ちょっとお願いが。ん、なんじゃ、言ってみろ。実は自転車を買ってほしいのですが。自転車？あの足で漕ぐ二輪車のことか。ああ、あんなものに乗るのは不良だぞ。違いますよ。実は昨日杉作に会ったのですが。おい、リキマル、リキマル。あ、お、杉作、これはひょっとして自転車という乗り物ではないか。かっこいいだろう。父ちゃんが本土に行って買ってきてくれたんだぞ。いいかいいか、耳を澄ましてみろ。わあ、私も鳴らせてみていいか？いいか？ちょっとだけだぞ。あ、すごい、素晴らしいな、杉作。はあ、それからどうした？うん、どうしたに決まる。どうされましたのですか、ニューエイ。自転車か。しかし、リキマル、お主、免許証っていうものを持っていないではないか。兄上、自転車には免許証は必要ないそうです。まことか？ところで、その自転車ってやつは、いくらほどの値段じゃ？はい、確か2万円ほどとか。何？ 2 万円。そんな金があれば、お城が建ってしまうではないか。遅いですね、お迎え。どうじゃろう、待ってる間水着に着替えて泳いでみんかい。ビシッとビシッと水着で。私がお世話になる島の警備隊の方って、お二人とも男性なのかしら。ビシッと、コスケとリキマルか。そうじゃよ。それでもしかしてお若い方だったりして。おお、若いから元気。まあ、どうしましょう。そこ忘れておったぞ。コスケ、リキマル、仕事か？東京から来た学者さんを迎えに行くんだ。あ、そう。さあ、もう一度挨拶の練習じゃ。行ってみろ。ハローパー、ハウデュードゥ。よし、いいぞ。ありがとうは。Thank you very much。 これで東京もにあっても怖いものなしだ。ああ、来た来た、やっと来たぞ。はい。なんじゃ、お前たち遅かったの。いや、申し訳ない、うっかりしておったもので。こいつか、東京から来たタヌキ女という学者さんは。違う、タヌキ工事桜子だったよな、あんた。 あの、若い警備隊の方たちってこちらの。ハウドヨド。 Thank you very much。 あの、まさか。そうじゃよ、この二人がこのコンペイ島の平和と竜を守る警備隊のコスケとリキマルじゃ。この子たちが。あ、兄上、あいつ日本語を喋っておりますが。うん、どうやら必死で勉強したようだな。見て、うわー、
ケくん、コスケくん。ほら、兄上に向かって無礼な。コスケ様と言え。はい、コスケ様ね。そしてあなたが力丸様っておっしゃるのね。今、この島には何人くらい住んでいるのかしら。20人ぐらいだ。前はもっといたのだが、死んだ。父上、母上も死んだ。あ、2年前の謎の事件の時ね。なぜか突然島の人がたくさん亡くなったっていう。違う、謎じゃない。本土とか外国とかから竜を見に飛行機でたくさんやってきたから、竜が驚いてあちこちで死んでしまった。だから島の人たちも一緒にたくさん死んでしまった。え、竜がいなくなったせいで島の人たちも死んだっていうの？そうだ、昔から島の者は言っている。我々は竜と共にしか生きられない。じゃあまるで竜は神様みたいね。そうだ、今いる一匹の竜が帰ってきたからよかったな。あの竜が死んだらもうこの島はおしまいだ。いよいよだぞ、いよいよだぞ。世界に一匹しかいないというこの竜に、あ、いや、この竜の石に会えるのは、こいつのおでこからこの石を引きちぎってわしのコレクションに加えてやるんだ。しかし山田様、コンペイ島には竜を守るために非常に手強い警備隊がいるそうですが。バカめ、だからはるばる外国からウルトラ強力な助っ人マイケル・コマンドーに来てもらったんだ。なんだ、お主食わんのか。いいの、食欲がないの。コスケ様、お風呂は。あ、裏に川があるからマムシに気をつけて行ってくるがよい。なあ、お主、学者さんなんだろう。ええ、そうよ。竜のこと、たくさん知っておるのか。ほとんどのことはわからないわ。ここに生き残ってるのがわかったのも最近のことだし。昔は他のところにもたくさんいたって本当か？たくさんいたってほどじゃないけど、いたことは確かよ。でも、もうこの島の一匹だけ。ああ、もう一匹はこの前の嵐で岩に当たって死んじゃったからな。じゃあ、二匹いたわけ？そうだ。それは知らなかったわ。その竜の死体はどうなったの？
海に落っこってサメとかに食われた。まあ惜しいわ、貴重な資料なのに。なあ、なんで竜のやつこんなに少なくなってしまったのだ。ほとんどが竜の頭のところについてる竜の石が原因ね。簡単に言うと、川の一部が変形して宝石のようになってるの。それを手に入れるためにわずかしか残っていない竜が殺されたわ。ただその石が珍しくて綺麗だっていうだけでよ。ああ、あの石は本当に綺麗だからな。やっぱり父上の言ってた通りだったか。それ以外の死んでしまった原因はよくわからないの。ねえ、さっき三平さんが言ってたけど、どうして村の警備員と竜を守る仕事をやることになったの？知らん。大昔からそうなってる。竜を近くで見たことってある？ある。いつもある。明日も会う。まあ！ねえ、小助様、私もご一緒できないかしら？竜は臆病なのだ。変なの連れてって島から逃げられては困る。大丈夫よ！離れたところで観察するだけだから！母上。遅くまで寝てられるな。目が溶けてしまうぞ。ああ、よかった。私を置いて竜を見に行っちゃったと思った。違う。朝飯取ってさ。また！わかりましたから早くそれを引っ込めてちょうだい。まったく。あら？それもしかして。そうだ、みかんだ。食うか？ああ、いい香り。やっとまともなものが食べられるわ。夏みかんって大好き。おお、すっごい、すっごい、すっごい。このままじゃ飢え死にしてしまうわ。あ、確か、うん、あったわ。これでもあんなものよりマシだわ。なんだ、炭食ってんのか。炭じゃなくて、チョコレートっていうのよ。食べてみる？甘い！はーい。甘い！あなたたち今日、竜に会いに行くって言ってたわね。私もダメかしら。ダメだったらダメだ。それにお主じゃ竜の山はとっても無理だ。どう？チョコレートもっと欲しくない？他にもたくさんあるのか？ここにはもうこれだけだけど、東京に帰ったらたくさん送ってあげるわ。いそ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 い。自転車もくれるか？自転車？いいわよ、お姉さん太っ腹、買ってあげましょう、自転車。うわぁ、あゆえ！よし、ちょっとだけだぞ。ちょっと見せてやるだけだぞ。ありがとう。ああ、どうしましょう。生きてる竜を近くで見られるなんて。はい。さあ、こうなったらカエルでもシーラカンスでもいただいちゃうわよ。あの、
ぞー、リキマル。はーい。大丈夫か？敵よ、どんな目にあったって竜に会えるんですもん。リキマル、行くぞ。私もダメだ。あいつは変な奴が来ると怖がる。そこで見てろ。そんな、それあの夏みかん？ああ、龍のやつ、この頃こいつを食いたがるんだ。へえ。おーい、ポチよー、私たちだぞー。カスケとリキマルが来たぞー。もう一人変な奴がいるけど気にするなよ。持ってきたぞ。よしよし、ほら食え。よせよポチタ。嬉しいか？ポチほらどっさりあるからな。ちゃんと食えよ。どうした？いつもみたいに食わんのか？痛いんだよ、ほんまやの顔は。お前が脅かすからだ。あ、兄上、あれ、あ、飛行機だ。この辺りの灰でかいね。山田様、これはでかい灰じゃなくてアブです。そんなことはどうでもいいの。竜の居場所は分かったのか？竜の居場所。ああ、それが島中で地引き網とかに行ったらしく、誰もおらんのです。
なんだあの小僧どもは。おい小僧、リュウの住んでるところ知らんか。リュウ、うん、わかったぞお前たち、ひょっとしてリュウの石を狙ってるんだな。はっきり言ってその通りだ。おとなしく教えた方が身のためだぞ。さあいい、リュウはどこだ。バカ、そんなこと教えるわけないだろ。そうだそうだ、我々はこの島の警備隊なんだぞ。警備隊、あはかせろ。はっ、さあおとなしくしろ。わかったか、さっさと帰れ。くぬっ、オスのロボット横綱くん、こいつらをやっつけちゃえ。ブヤー、デスカイデスカイ。兄上、あれも私がやります。デスカイ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 。ああ、横綱くんが。よし、天柱5型を出せ。はっ、今までのは遊びだ。聞いて驚くなよ、このロボット。天柱5型のエンジンは 3000cc DOHC ツインターボ、推定出力は900馬力。そしてケツには空中専用のロケットエンジン、そして腕に20ミリ機関砲が2門、さらには背中にはミサイルが2つだぞ。兄上、何言ってるのか分かりませんね。なんだか知らないが手強そうだな。行くぞ力丸。はい、ぐへー、やっつけろ天柱5型。うわこいつが弾をよけてやる。くそたちには何をやっても無駄だ。さっさと帰れ。はい。どうよ、あの山の上にいる竜が驚いて逃げてしまうじゃありませんか。あの山の上、お前たちには関係ない。早く帰れ。兄上、また変な機械が出てきました。いや、機械じゃない。確か父上が言ってた偉人とかいうものだぞ。へえ。できまる、こいつできるぞ。さすがマイケルコマンド、大金を払って雇った甲斐があったというもんじゃよ。コスケ様、リキマル様。確か竜はあの山の上だと言ってたな。あの女連れてこい。さあ言え、竜はどこにいる。わしはあのおでこの宝石が欲しいんだ。あれをうちに持って帰ってわしの部屋の飾りにするんだからな。そ
そんな、あの竜はこの島の守り神なのよ。あの竜が死んだら、きっと島の人たちはみんな死んじゃうわ。こんな島の奴らのことよりわしのコレクションの方が大切に決まっとるじゃろ。さあ言え、竜はどこなんだ。そんなひどいこと、私は知ってたって言わないわよ。そうか、やれマイケル。次は本当に話すぞ。いいわよ、殺しなさいよ。竜が山にいるなんて言った私が悪かったんだから。出たぞマイケル、そいつを捕まえてくれ。おお、竜の石、竜の石だ。こら、どこ行くん。待ってろ、今楽にしてやるから。やったぞやったぞ、やっとわしの苦労が報われたわ。えへよっよっ、なんかさ、見ろ、やったぞ石だ、竜の石だ。ああ、お前たち、その石はポチを殺したのか。助けてくれマイケル、特別ボーナスを出すぞ。うわ逃げろっと。あ、ほら。あ、うわやったぞ、おでこの宝石だ。もう一台がない、くそ。あ、まだやる気か、丈夫なやつだな。うわい。うわい。待ってくれ、痛いことはやめて。わしは体が弱いんだよ、胸が苦しい。ほら、石はお前にやるから。バカ。うわあ、お前は年寄りをいじめるのか。年寄りを大切にしろ。Thank you.
用意をしろ。 はい。 そっか、赤ちゃんを守ろうと思ってあんな危険なところへ出てきたのね。よし、取れたぞ。ポチよ、ちょっとの間そのシャツを借りとくとりあえずの応急処置だからすぐに薬を持ってこなくちゃ。だけど一度取れたおでこの石はなかなかくっつかないからな。ん？まあ学者の先生、はい、そのバンド私にくれぬか。いいですけど。
リキマル様、お元気で島の警備のお仕事に頑張っていらっしゃることと思います。私は東京に帰り、また元の生活に戻りました。コンペイ島の竜についてはみんな死んでしまって一匹もいないと各方面に発表しました。だからもうおかしな人たちが島に入ったりしないと思います。デスコイ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 。それとフットの花のことですが、あの花の花粉が空気に触れると毒を持ったものに変わってしまうのです。だからポチが元気になり、赤ちゃんがフットを食べるようになるまで、コスケ様たちであの花を刈り取ってください。やはり竜はコンペイ島を守る神様だったのです。お約束のチョコレートをお送りします。太っ腹のお姉さんはもちろん自転車も送りました。もうすぐお手元に届くと思います。小助様、力丸様が自転車にまたがり、颯爽と走り回る姿が目に浮かびます。ではまたお便りします。再びお会いできる日を楽しみにしています。追伸、私の服のベルトは何に使ったのでしょうか。うん、なかなか立派だぞポチ。Ha ha 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 ha!